田君この間の質疑でもお尋ねしましたけれども、与党案が出て、直ちに反応があった大きな特徴の一つは、ヘイトスピーチをもう職業的にやっている連中が、お墨付きをもらったと、そう言ってるわけなんですよ、だからそこのところをしっかりと対応しなければ、ヘイトスピーチをやっているレイシストたち、 に抜け道を与えるることとになると思うんですよねですからそこをはっきりさせたいんですけれども、難民申請者の中には、不法入国せざるを得ない方が、これ、日本だけじゃありませんけれども、シリアルの問題を含めて国際問題になっている難民問題っていうのは、そういう本質ですよね。だからそこに対して、適法居住者じゃないから、ヘイトスピーチいくらでもやっていいんだというふうに、やってる連中は、 理解してしまっている、そのことについて、どうお感じですか発議者倉勝男君、まず、のの反対解釈という手法そのものがおかしいであります、あのこれは申し上げましたとおり、禁止規定、何人も何々してはいけないとか、そういう禁止規定である場合は、ここまでが、 公権力が禁止をする範囲の言論だという、そうするとそれ以外は禁止されないんだねって反対解釈はありえるかもしれないですけど、これは理念法として、まさにこのような社会を作っていこうと、こういうような排斥するような言論をなくしていこうという社会を理念としてうたって、それに向けたあらゆる施策をやっていくというところであります。だからそもそももが立ちつけとして ココロコに適法と書いてあるから、それ以外はやっていいんだというようなことをお墨付きを与えたということは、法としてはありえない話であります、その上で、あのー、今の難民申請の部分などはこの、まず適法かどうかというところの問題として、ちょっと限定してお答えをさせていただければ、これはあのー、当然、いろんな事情があるから、不法に来られるという部分もある。ただそれも、あのー 仮,仮滞在という立場もありますし、一時飛行上陸とか、さまざ、あ、まな立場で、えー、いらっしゃってるわけであります、そういう部分ではまさに適法というふうにこれは言っていいというふうに思春、はい、田君。だから、適法に居住するということをお書きになったから、そういう疑問が生まれ、さらにはヘイトスピーチの職業的な人たちが。 お墨付きをもらって、これからいくらでもこれまで通りできるんだと、結果的にヘイトスピーチを行う人たちに対して、本当にお墨付きを与えてしまっているというふうに捉えられているという現実なんですよ、それは。ですから、適法居住要件という問題は、要するに誰に対してもヘイトスピーチはだめなんですよ、だからそれはもう人種差別撤廃条約に基づいて、それは基本の基本なんですよね。 だからこの法案のままだと、今のままだと、非正規滞在者に対する差別が助長される恐れもあるから、こういう質問をしているんです、ですからもう1点確認したいんですけれども、役内委員、あるいは西田委員、どちらでも構いませんけれども、要するに今、お2人がおっしゃっていることを違った言葉で言うならば、在留資格に関わりなく、 外国の出身であることを理由とする不当な差別的言動は許されない、そう理解してよろしいですか初議者、西田昌司君。はい、委員長、えー、この難民申請とか、今おっしゃいましたけどね、われわれがなぜ適法かというのを書いたかというと、ですねまず先ほど言いましたように、やはり違法,違法にですね、 ここのの不正にこの国内に入国されて、ですねされること自体を我々は認めるわけにはいかない、これは当然のことだと思います。でそれを認めて,てしまうと、ですねこれは法律として成り立たないし、我々のあの国民生活自身のですね秩序、安寧が保たれない恐れも出てくる。で,ですから、これはやっぱりですね適法かどうかというのは、この入国管理法等さまざまな法律の適用はしっかりしなければならないと思っております。しかしか逆逆ににですね逆に だからといって、そういう方々に対して、ね、ヘイトをすることを、ですねそれを公然と認めるということでもないわけなんですね。ですから、これは先ほど矢倉、ヤクラ委員から説明ありましたけれども、我々が理念法としていることと関連しているわけでございますが、要するにこの、この理念の,この掲げているところをですよ、拡大解釈をしてその、そういう方々も含めて、ですね我々ヘイトを許さないということは、 国民の,です、ね、あの言論の自由とか、そういうことを制限するものではありません、むしろモラルをしっかり高めてです、ね、日本人として恥ずべき行為をしないようにしようという、まあ、こういう倫理規定でありますから、そのことに、拡大的に解釈することには、何ら問題がないと思っていますで。逆にですね、逆に今おっしゃってるような議論というのはです、ね、反対解釈論をされてるわけですけれども、それはあくまで禁止規定、皆さん方があの禁止規定を設けるべきだと。 いうところから発想されている発想でありましたねで、そういう禁止規定を設ける前には、えー、禁止規定があるから、そこから外れたやつは、ですねものはですね、やってもいいということになるじゃないかという、まあ、そういう解釈されてるんですが、我々は禁止規定を設けてませんから、そうじゃなくて、あくまで理念であり、モラルであり、あの啓発であると、まあ、こういうことですから、ここは拡大的に解釈をしていただいて、私は対応すべきだと思っております有田君。適法居住要件を入れてるから ややこししくなるんですすよじゃあ違った視点からお尋ねをします適法に居住するかどうかっていうのは、個々人が、例えば難民にしても脱北者でもそうですけれども、入ってくるときは不法な形かも分からないけれども、個人個人が日本の法律に基づいて、適法な手続きに従って、ですね最終的には裁判所が判断するものですよね。違いますか だから対象とする集団を適法に居住するかどうかという条件で線引きするところから、混乱が生じているわけで、やはり多くの当事者の方々も、この適法居住要件というのが一番あの気になるというふうにおっしゃってる、もう時間来ますんで、だからそこのところも、今日4時からだそうですけれども、 与党の協議の中で、えー、私たちの修正についても、ぜひとも検討していただきたい、でもう一つ、第2条の、先ほどもお話出ましたけれども、定義についても修正をぜひともお願いしたいというふうに思います。先ほどルール指摘がありました、えー、第2条のの定義の中では公然と その生命、身体、自由、名誉、または財産に危害を加える旨を告知するなど、ということで、排除先導を、不当な差別的言度を言うという第二条の定義なんですが、法務省がこの間発表されました、ヘイトスピーチに関する実態調査報告書、ここの中では、ヘイトスピーチについての定義はいまだ未確立だけれども、しかし、 法務省のこの文書の中では、先ほど小川委員も指摘をされました、一つは特定の民族などに対する排斥、そしてさらには生命、身体等に危害を加える、でもう一つ、3番目の類型として、特定の民族等に属する集団を別称で呼ぶなどして、ことさらに誹謗中傷する内容、その3点目が与党案では明確ではないんですよね。 ですから私たちはそこは修正要求としてぜひとも定義はそこのところは変えていただきたいというお願いをしておりますのでその検討もぜひともお願いいたしますいかがでしょうか西田昌司君しっかり検討したいと思います有田君あのもう時間が来てしまってあいわけ法務大臣あるいは人権擁護局長などにもお尋ねをしたかったんですけれどももう一つ与党案に 課題があると思いますすのはインターネット対策なんです私たち野党の法案には、インターネット上のヘイトスピーチ、あるいは差別の扇動というものをどう対処していかなければいけないのかという,う、なかなか難しい課題ではあるんですけれども、やはりこれも新しい時代の課題として、え迅速に対応しないと差別の扇動が撒き散らされたままになる。 在特会などをはじめとするヘイトスピーチをもう職業的にやってる人たちが、この間、数年間にわたって、今でもインターネット上で差別の扇動、ヘイトスピーチが流れてるわけですから、これに対する的確な対応というものも、これはお互いに考えていかなければいけないことだと思いますが、いかがでしょうか初記者、西田昌二君、はいあの。大変問題があるということは承知しております。これはあのヘイトに限らずです、ねえー、様々な え分野でこのインターネット上の情報というのがですねあの問題があるということは承知しておりますが、しかし同時に非常にこの規制というのがですね難しいということもあり、ですねこれからの課題だと考えております有田君。に委員も語っていましたけれども、この法案審議、そして私たち野党案も含めて、人種差別撤廃条約をこの日本でようやく具体化していく、半歩。 それが始まったというふうに思いますので、これからさらにいろんな委員会を含めて、日本から純差別、ヘイトスピーチをなくすために、お互いに努力をしていきたいということをお伝えして、質問を終わります。